イッパネマの娘、イッパネマの娘、イッパネマの娘、ポルトガル語大、ガロタでイッパネマ、英語大、ザガール・フロム・イッパネマは、ブラジルのアントニオ・カルロス・ジョビン、トム・ジョビンが1962年作曲したボサノバの歌曲である。ポルトガル語の原因詞は、ビニシウス・ジモライスが、英語詞はがそれぞれ作詞した。ビートルズのイエスタデー等に次いて、世界中で多くカバーされた。 ポピュラーソングの一つと言われ、ボサノバのナンバーとしては、最も著名な曲となっている。なお、イッパネマとは、ブラジルのリオデジャネイロ市内に位置するのことである。ミュージシャンで作曲家であるジョビンと、ブラジル政府の外交官で、ジャーナリストでもある詩人のモライスは、1957年以来、コンビを組んで、作詞、作曲を行い、ボサノバのムーブメントを牽引してきた。 ただ、ジョビンの才能を惜しんで、その存在を独占したがったモライスと、活動の幅を広げたがったジョビンとの思惑は徐々に、すれ違うようになり、この、一っぱねの娘を最後に、コンビは解消されいる。最も二人の友情自体は、モライスが死去するまで続いた。この曲が作られる過程で、伝説的に語られている以下のエピソードがある。当時、ジョビン、 モライスなどのボサノバーアーティストたちは、リオデジャネイロの一ネマ海岸近くにあったバー、ベローゾーにたむろして酒を飲むことが多かった。このバーに、近所に住む少女エロイーザ、本名、エロイーザエネイダ・マネーゼ・スパエズ・ピント、エロイーザエネイダ・メニーゼ・スペイズ・ピント1945年。後結婚でピンヘイロと改正したため、エロイーザ・ピニエイロの名でも知られるが、 母親のタバコを買いにしばしば訪れていた。彼女は当時10代後半170センチメートルの長身で、スタイルが良く、近所でも有名な美少女であった。ジョビンもモライスも揃って、非常なプレイボーイであり、ことに、モライスは、その生涯に9度結婚したほどの公職家であった。女好きの彼らは、エロイザの歩く姿に目をつけ、そこからインスピレーションを得て、 イパネマの娘を作ることになった。この際、ジョビンとモライスが、ベローゾの店内で即席に曲を作ったという説が、広くルーフしているが、実際の作詞、作曲自体は、それぞれの自宅である程度の期間をかけて行われた、もので、伝説とはやや異なる。作曲のきっかけの場となった場、ベローゾは、後にこの曲にちなみ、ガロータジーイパネマと解消され、 2007年現在でも営業が続いている。また、エロイザ自身も2001年にガロータジーパネマというナノブティックを開き、この曲の楽譜と歌詞を印刷した T シャツを販売した。これに対してジョビンとモライスの著作権継承者たちが訴訟を起こしたが、裁判所はエロイザに有利な判決を下し、エロイザはサンパウロとリオデジャネイロにこのブティックの視点を展開し、 モライスによるオリジナルのポルトガル語歌詞は、海岸を歩き去る少女への届かぬ思いを物悲しく、訴える歌詞である。モライスの叙情性がよく現れた歌詞で、彼の代表作の一つである。ノーマン・ギンベルの英語詞も、モライスの原始を意味の上では追っているものの、拡張はやや劣る嫌いがある。1962年8月2日から45日間に、渡り、 リオデジャネイロコパカバーナのナイトクラブオボングルメにおいて連続ステージショー、エンコントロが開催された。ジョビン、ジョアンジルベルト、そして歌の素人である、モライスという、ボサノバの創始者3人が共演するという夢の顔合わせである。エンコントロ、出会いというタイトルもこれにちなむものであった。彼ら3人が共演したのはこのショーの時だけである。 一パネマの娘が発表されたのはこの章でのことで、男性コーラスグループのオスカリオカスのサポートのもと3人が歌った新曲は大評判となった。気を良くしたモライスは、以来本格的に歌手家業へ進出した。この際、モライスらしいとぼけたエピソードがある。外務省から外交官のクラブ出演は、けしからんと咎められたモライスは、自分は、 報酬はもらわないとして出演し、代わりに客として訪れる友人たちの飲食代を、ただにするようクラブの支配人に要請した。ところが、毎晩のショーを見に来る友人たちは、皆大酒飲みの退職家で、モライス自身も酒を勧められては、始終酔い続けていたため、あまりにも飲み汁がかさんで足を出し、ショー終了後に出演者のモライスが金を払う羽目になった。 最初のコマーシャルなレコーディングは1962年のペリー・リベーロペリー・リベーロによるオデオン版であった。ジョビン、モライスともその後多くのライブやアルバムにおいてイパネマの娘を再演している。外国語曲を積極的に聴く態度を書くアメリカの大衆リスナーへ外国曲を売り込む場合、英語詞は不可欠であった。これらは多くの場合、二0 0のアメリカ人作詞家が手掛ける ことが多かったが、原曲の詩とは、全く異なった内容で書かれた安易な、やっつけ仕事も少なくなく、原作者たちの不満の元になった。また、アメリカやフランスにおける、著作権の仲介者たちは、中間マージンを多量に得ようと、外国人たちの無力な立場に乗じ、原作者不利な契約を結ばせた。ボサノバでもそれは例外でなく、最もひどい例では、 ジョビンとモライスの作った曲が彼らと無関係に勝手にフランス人の作曲したものとして著作権登録されてしまったケースすらあった。イパネマの娘においても作詞者と著作権由会社を兼ねたノーマン・ギンベルがアメリカでの著作権料の内相当部分を得ることになった。ジョビンはこれに懲りて、その後は実曲の英語詞についても極力自力で書こうとするように なったという。世界的に最も有名な一パネマの娘は、バーアブレコードから発売されたアルバム、ゲッツ・ジルベルトに収録されたバージョンである。1963年3月、スタンゲッツ、テナー・サックス、ジョアン・ジルベルト、ギター、ポルトガル語のボーカル、アントニオ・カルロス・ジョビン、ピアノ、アストラット・ジルベルト、英語のボーカルの4人は、ニューヨークの a アールレコーディングスタジオでこの作品を録音した。通説ではアストラットは当初歌う予定はなく、夫のジョアンに付き合ってスタジオに来てたまたま歌ってみたところ、あまりに出来が良かったのでそのままレコーディングされたとの伝説がある。実際にはアストラットはブラジルで若干の歌手活動の経験もあり、全くの素人ではなかった。アストラット自身による売り込みがあり、 コマーシャリズム面からの手腕に長けた、プロデューサークリード・テイラーが、英語を話せ、かつ歌えるアストラットの商業的価値を計算し、宣伝効果を狙って、飛び入り参加のハプニングであったとする筋書きを描いたと、言われている、ジョアン・ジルベルトは英語を話せなかった。ゲッツ・ジルベルトは、録音から1年後の1964年3月に発表された。同年5月、 ジョアンのポルトガル語歌唱部分をシングル版に収まらないという理由で切り捨てて残りを切り継ぐ形でシングルカットされた。B 面はゲッツの1964年のアルバムに収録された風に吹かれてであった。英語版イッパネマの娘はビルボードホット100で5位、Easy リスニングチャートで1位を記録するヒットとなりグラミー賞最優秀レコード賞を受賞した。 ゲッツのボサノバに対する理解は十分なものではなく、また彼生来の傲慢な性格から、ジョアンやアストラットに対しても冷淡な態度をとった、録音後、ゲッツが、テイラーに、アストラットにはギャラを出すなと命令したエピソードが、知られている。ジョアンもゲッツの欧平な態度やボサノバへの無理解、テイラーのビジネス優先な扱いに、痛く心象を害した。 スタジオで両者の間に挟まれてしまったトム・ジョビンが苦労したというエピソードが残っている。アストラットはイッパネマの娘のヒットによってアメリカで人気歌手となったが、ジョアンとアストラットはほどなく離婚している。アストラットはクリード・テイラーの後押しによって多くのボサノバ曲を英語で歌唱し、ボサノバの女王とまで呼ばれて世界的にボサノバ歌手として有名になったが、実は ボサノバ発祥の地であるブラジル本国ではこのヒット後もほとんど知名度のない存在であった。なお、アストラットが片言の日本語歌詞で歌うバージョンも存在する。この史実は、ボサノバがアメリカ的コマーシャリズムに蹂躙された代表例として批判され、コアなボサノバ愛好者たちからアルバム、ゲッツ、ジルベルト及びアストラット・ジルベルトが雑な扱いを受ける一因にもなっている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。